それでは今日はこちらを紹介したいと思います。日清のカップヌードルです。こっち側にちょっと英語があるんですけれども、シーフードクリーミー味で、ただほとんどなんて書いているかわからず、プチ情報なんですが、先日このバーコードを調べたら、タイ産ということがわかります。タイで作られているみたいです。それでは今から開けてみたいと思います。書いてある、書いてある、なんか、ね、賞味期限とかそんなのも書いてある。それでは日清オープン。おお、スプーン入ってる、見えるかな。ちょっとスプーンもいいわ。こんな感じで今からお湯を注ぎたいと思います。それでは、それでは今から食べようと見えるかな。あー、うまそう。熱い熱い熱い。人参？スープもうまかった。あんまりスープは全部飲まない派なので、これでごちそうさまでした。